ゲオルクフォン・フルンツベルクゲオルクフォン・フルンツベルクは、神聖ローマ帝国のカール5世に仕えた、忠実な軍人。ランツクネヒトの生みの親で、後に、ランツクネヒトの父と呼ばれた。ドイツ南部のアルゴイ地方のミンデルハイムの小貴族の子として生まれたが、兄が家督を継ぎ、自分に与えられた領土が少ないために、進んで軍人の道を歩んだ。フルンツベルクは、 生来から律儀で厳格であり、霊源スブルクの戦いの先行により、神聖ローマ皇帝のマクシミリアン一世から正式な騎士に助任された。彼の軍隊は、他のランツクネ人と異なり一切の略奪を禁じて、武具の質に徹底的にこだわり、リベートを拒んだため、彼の軍隊は有望果敢で強大だった。また、戦いを行う時に戦況を見て判断し、無益な追撃をせず、 戦局が不利の時は直ちに退却する指示を出したため、軍隊の無駄地による損害を避けていた。1525年、ロンバルディアのパビアの戦いで、フランス王フランスは一世を捕虜にしたことから英雄となった。しかし、奮戦したランツクネヒトに対する報酬を、カール五世がきちんと支払っていなかったため、彼らは、 不満が表面化しついに1527年5月6日に反乱を起こした。これを聞いたフルンツベルクは病で伏せていたが、起き上がって急いで駆けつけて、ローマで諸君は富と名誉を得るだろうと説得したが、怒りが収まらないランツクネヒトは、フルンツベルクに対して立てつく気概を見せた。その時、フルンツベルクは突然倒れたのである。これを見たランツクネヒトは、 一瞬戸惑いを見せたが、構わずに、フルンツベルクを見向きせずに、ローマには財宝がある。金、金だ。と叫んで、ローマに乱入して、殺戮、略奪し、多くの人々が殺害された挙句に放火したのである。これが名高い、ローマ略奪である。翌1528年に、フルンツベルクは、卒中のために、郷里のミンデルハイムで逝去した。54歳だった。 武器を持つフルンツベルク、ありがとうございます。